はい、皆さんこんにちは。サッカーキャッツしてございます。5時を回りました。10月は28日の金曜日でございまして、時事 .com にこういうのございます。嘉手納の米空軍飛行隊巡回駐留へ、対中国睨み懸念の声、英氏報道。イギリスのね、メディアが報道してるってのも変な話ですね。ちょっとこれね、気になったんですよ、いろんな意味で。A 氏、フィナンシャルタイムズ電子版は27日、米空軍が嘉手納基地、各沖縄県嘉手納町などに駐留する F-15 戦闘機の飛行隊を巡回駐留方式の部隊に置き換える方針だと報じた。なんでこれをね、イギリスのね、メディアがね、掴んできたんでしょうね、このネタを。同氏は抑止をめぐる中国に危険なシグナルを送ることになると、日米の一部当局者が懸念していると伝えた。米空軍は老朽化しつつある F-15 を運用する嘉手納基地所属の2個飛行隊を来年解体し、アラスカ州からステルス戦闘機 F-22 を6ヶ月の期間で同基地に送り込む予定だという。メディロス米、国家安全保障会議 NSC アジア上級部長は同氏に、嘉手納基地は中国のミサイル攻撃を受けやすいことから巡回駐留方式には利点があるとの見解を表明。一方で日本政府には米国の関与の低下と映るだろうと指摘したという短い記事でございます。さて確かに F-15 というのは私が高校生ぐらいの時に出てきたわけであって、もう40年以上運用されている、まあ、名機ですけどね。ね、それが嘉手納にですね、2個飛行隊いるんですかね。1飛行隊って確か15機から20機だったと思うんですけど、まあまあ30機ぐらいいたらすごいやんと思うんですけど、これをですね、もう引き上げると。で、アラスカからですね、F-22 ってステルスですね。まあこれはまあ最新にちょっと近いかなっていう感じですね。を持ってくると。巡回っていうことはですね、まあいる時もあればおらん時もあるということですね。アフリカからどうやって飛んでくるんでしょうね。そこを考えてしまうんですけどね。アフリカからまずはハワイまで、ハワイまで飛べるんかな。3000キロぐらいだったら飛べるんか。で、ハワイからグアムに行って、ほんでグアムから沖縄に来るんでしょうね。まあまあいいですけど。で、これはっきり言ってね、戦闘力は劣ります。劣りしないと、あれですね、ちょっと、巡回になることによって、常時いないというところがですね、ちょっと心配ですね。ただしですね、これね、私から見るとね、アメリカ軍がね、一歩引いたんちゃうかと思うんですね。なぜかというとですね、嘉手納というのは、中国軍のですね、まあ、多分、弾道ミサイルは当然届きますし、巡航ミサイルでも届くぐらいの場所にあると思うんですね。本土からね。で、そうすると、中国軍がですね、台湾作戦をやるときに、どう言いますかね、最初に先制をかけるんであればですね、最初にやっつけようぜということになりそうなところがあるんですね。まあ、簡単に言えば、ですね、WW2 の時に日本がですね、真珠湾行きましたよね。で、あれは要は最初に叩いてしまえという戦略で、最初に叩いてしまえば後が楽やんという戦略だったわけですけど、あの時にね、なぜか真珠湾にはですね、空母が1隻もいなかったんです。戦艦は7隻か8隻いたのに、空母が1隻もいない。出航してたんです。で、空母が出航していたことによってね、その後でアメリカはですね、まあなんとか戦えたわけですよ。なんで、アメリカってそういうところがあってね、ことやばいと思ったらね、逃がしてしまうんですよ。昔からそういうところがありますね。なんで、もしかしたらね、どう言いますかね、最初にやられてしまうとね、やられたという感じがあるでしょ。はっきり言って F-15 なんてね、老朽機でね、ほとんど引退手前のやつばっかしなんですよ。だからやられてもいいんですけども、やられたというイメージが広がると、ふゅんとなるでしょ。それを避けてるんちゃうんかなと。戦いを避けてるとは言いませんよ。でも戦略として最初にやられるということを避けるということかもわかりません。
はっきり言ってね、このね、F15 の作戦能力っていうのはですね、台湾まではギリギリいけるかどうかぐらいですね、多分空中給油でもせん限りですね、作戦行動はできないと思うんですよ。どっちかというとね、これ守ってるんですよ、沖縄の空を、沖縄やあの辺の空をね、守ってる部隊であって、何か攻撃を仕掛けるということよりも守ってる、まあ船が寄ってきたらね、敵対的な船が寄ってきたらそれを攻撃するかもわかりませんけど、まあその程度の役割なんですね。で、そうではなくって、この F22 というのはね、多分ね、台湾まで行ってね、もちろん給油の必要があると思いますけどね、台湾まで行って、何かのオペレーションができるんですよ。だから本来こうパッと見はですね、下がったように見えてですね、まあ一歩引いてるんですけど、本当真実の戦闘力がちょっと上げてるみたいなところがあるんちゃうんかなと、だからあのね、一見ね戦力が劣ってるように落としたように見えるんですけども、実は実戦能力を高めてるという、要はまあ、その守るということに関してはね、そんな F22 も F15 もそう変わらんと思うんですよ。仮想敵がチャイナであればですね、まあ、沖縄がね、こう、向こうのチャイナ空軍から攻撃されるというところから守る、そこから守るということに関しては、そんなに変わらないはずなんですけども、遠洋してですね、海を越えてですね、なんかオペレーションやるというときにはですね、F22 の方がええんちゃうかなと私は思いますけどね、だから割合これね、意味深長で、なんでこれでこれをこうイギリスのメディアが報道してるのかなと、でそれを受けて、まあ、時事が報道してるわけですけど、そのあたりがようわからん。日本ってね、何事もその軍事というものはね、ミリタリーというものはね、こう意味嫌うところあるでしょ。だからメディアでもね、ミリタリーの専門家であんまりいないんですよいないんですよ。だからそのアンテナに引っかからなかったんかなという気はしますけどね。でもまあ一つの興味深い記事ではありますね、ミリタリー、F22 が来るんかみたいな感じで、もうこれね、多分ね F15 とも引退です、ね。だから中国からするとね、どっちかというと F22 が来た方が嫌だと思いますよ、ね。ちなみにね、これ空軍なんですね。海軍ではないんですよ。空軍と海軍の別がわからない人いっぱいいると思うんですけど、トップガンってありましたでしょ、僕見てないですけども、あれはね、海軍なんですよ。海軍飛行隊なんですね。で、空軍飛行隊っていうのは空母を使わないで当たり前ですけど、陸上の基地から飛び立つんですね。で、陸上の基地に帰ってくるというのが空軍であって、で、基本的にその、どう言いましょうかね、海を越えて何か作戦をするときにはですね、海軍が行くんですよ。だから台湾で何か発生した場合、真っ先に行くのはアメリカが、ね、関与する場合、真っ先に行くのは空母であって、トップガンのあんな人たちがイエーイ行くねって行くわけですけどね、どっちかというとこれはですね、守るため、沖縄の空を守るための部隊ですね、カデナにいるのは。 でもそこにね、守るだけやったら F15 でええのにね、多少ね、その、なんていうか、オペレーション、いろんなオペレーションが可能なですね、F22 を配するということは、それに対峙している中国側からすると、F15 の方が良かったのにと。つまり F15 は出てきませんからね、はっきり言って。台湾まで行けませんから、基本的にはね。空中給油やら行けますけど、そんな作戦は海軍に任すでしょ。足らないっていうのってあれですけど、そんな部分的な局地ですから、海軍的なことは海軍に任せてですね、空軍はあくまでも守るに徹するんちゃうかなという気がしますね。だからいろんな意味がありますけども、これはですね、アメリカが台湾有事というものをですね、なんか本気でですね、想定し始めたんちゃうかということの一つの現象ではないんかなという気がします。嫌やなというかですね、巻き込まれるやん、日本もと。巻き込まれないのが一番ですからね。でも安倍さんが言うたはったようにですね、台湾有事は日本有事なんですよね。そんなんで、カデナにね、中国のミサイルが飛んでくるようなことになったらね、それこそ第三次なんちゃらの危機ですからね、いやいやわ、ほんまにと
思いながら、でもこういう動きは興味深いなというところでございました。時事.com 貼っておきますんで、ご興味ある方は読んでみてください。はい、どうもありがとうございます。